8つの玉を持つ者たちをお探しください。日本ファンタジーの原点、八犬伝。これまで幾度となく映像化されてきた傑作が今全く新しい形でよみがえる。5分でわかる映画八犬伝スペシャル。これが八犬伝の始まりだ。主人公は役所広司演じる下作者滝沢馬琴。ますます面白い。馬琴の親友葛飾北斎を演じるのは内野聖陽。映画は実在した馬琴と北斎が生きる実の世界と空想の八犬伝という虚の世界が交互に描かれる。この玉津さんの怨念で里見家を呪い尽くしてくれるわ。虚のパートでは息をつかせぬアクションとダイナミックな VFX がドミノを抜く。そして実のパートでは、なんと恐ろしいこと。なぜなんだ。馬琴の抱える苦悩と八犬伝完結への執念が心に迫る。虚と実2つの世界がそれぞれのクライマックスに向けて加速する前代未聞のエンターテインメント超大作八犬伝。闇を司る怨霊玉梓と八犬士たちの戦いは、そして馬琴に容赦なく突きつけられる運命。あんた見えてないね。果たして八犬伝は完結するのか。江戸時代後期に書かれた八犬伝、古くから歌舞伎の演目として人気を集めてきたほか、漫画や映像作品として数多くリメイクされている。1970年代に作られた NHK の人形劇新八犬伝は、放送中公演から子供がいなくなると言われるほどの人気に。最近では NHK の朝ドラ爛漫のヒロインが半本をむさぼり読むほどの八犬伝ファンだったことで、ネット上などで話題になった。今を生きる人々をも魅了する物語、それが八犬伝なのだ。空の彼方へ飛び散った8つの玉、それを持つ八犬士たちが次々と集まり里見家を救うべく奮闘する。そんな虚のパートの見どころは最新の CG や VFX。 屋根の上での決闘シーンは物語前半のクライマックスである。フル CG のキャラクターも、里見家の中堅八つ房、豊かな毛並みや微細な表情が見事に描かれている。 CG や VFX を駆使する一方で、歴史的な建築物を使ったロケも。里見家の居城滝田城の庭や廊下、そして決戦の舞台伊皿子城の正門は国宝姫路城がそのまま使われている。馬琴たちを描く実のストーリーでも、日本映画界を代表する豪華キャストが熱演。息子宗伯に磯村勇斗、その妻お道に黒木華、馬琴の妻お百に寺島しのぶ。虚の世界では伏せ姫に土屋太鳳、浜路に河合優美、そして宿敵玉梓を栗山千明が開演する。八犬士役には渡辺圭介、鈴木仁、板垣李光人、水上孝司など若手の実力派が集結。大長編八犬伝を20年以上にわたって書き続けてきた馬琴。しかし馬琴は両目の視力を失ってしまう。未完のまま馬琴は力尽きてしまうのか。そんな時、お父様にお願いがございます。息子の妻お道から思いがけない言葉が、馬琴とその家族の運命も大きく動いていく。失明してもなお書き続けた馬琴が八犬伝に込めた思いとは。ラストは見る者の心を揺さぶることだろう。私にはまだやりきらねばならぬことがあるのだ。圧倒的なスケールで描く八犬伝と、物語を生み出した馬琴の感動の実話が交錯する
前代未聞のエンターテインメント超大作、10月25日公開、八犬伝。驚異の映像と魂の演技をぜひ劇場で。